1951年東ベルリン大会の開会式世界青年学生祭典は世界民主青年連盟と国際学生連盟が不定期に判定、反戦、平和、親善、連帯をスローガンに開催する世界規模の祭典である。日本では世界青年学生平和友好祭、平和友好祭、世界青年学生フェスティバル、 世界青年学生祝典等と訳されることもある。第1回大会は1947年にチェコスロバキアのプラハで開催された。以降2年に1回開催されたが、1968年の第9回大会以降は5年ごとになり、第14回大会は8年のブランクを経て開催された。以降16回大会までは4年に一度の開催であった。 オリンピックやユニバーシアードがスポーツのみの大会なのに対し、スポーツ、文化芸術、政治の各プログラムがあり、社会主義国におけるユニバーシアードと称されていた。ただし、その開催期間は約1週間と著しく短く、また参観者の娯楽性もオリンピックなどに比べて低いとされる。2009年の第17回大会はベラルーシのミンスクで、 開催予定だったが2008年に開催を取り下げた。結局2010年になって南アフリカ共和国のプレトリアで開催された。ありがとうございます。